オープン戦の得失点差ランキングがこちら。阪神マイナス26点、ロッテマイナス20点、西武マイナス9点、広島マイナス4点、オリックスマイナス4点、日ハムマイナス4点、ヤクルト2点、中日7点、巨人8点、楽天12点、横浜19点、ソフトバンク19点。こんな感じか。結構おもろいけどやばい球団もあるね。ロッテ阪神草334って叫びたくなるな。横間は19点もあるのに順位と少し食い違ってて草。こう見ると中日の接戦に強いことがわかるね。ハムとかオリックスはボコられる時ボコられまくった感じかな。まあ勝率ほぼ半分だし、ここら辺はボサやろ。ソフトバンクと横浜同率か。オープン戦だしそこまで気にしてないけど、本番だとどれだけ接戦勝てるかが大事だし、采配が重要よね。得失点差はやっぱり層の厚さにも関係するよな。怒られないピッチャーがいなければそれだけ失点防げるわけだし。巨人は実際の順位と違いすぎない。これは勝つときは打つけど、基本は負けるチームみたいやな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。